はい、どうも、トラキチの無課金ハオロード12球団編です。今日でログインが、106日目の2本目の動画になります。はい、今回はですね、ちょっと契約書の方をね、開封していきたいなと思います。はい、ですね、ゴールド契約書とりあえず10枚いきます。はい、これでまあ S ランク1枚か2枚か出てくれたらめっちゃ嬉しいんですけども、あと A ランクとチーム契約書が、ですね、とりあえずですね、1枚、待てかな、2枚、3枚、4枚、5枚ありますんで、まあ、これを使ってですね、5枚全部いきます。5枚使ってちょっと狙いたい選手がいます。ヤクルトの山田選手ですね。はい、山田選手、まあ、4分の1で今なら来ますんで、山田選手、侍ジャパンの山田選手持ってまして、現実は1回もできてませんので、ここで一気に5枚使って、山田選手、まあそれは5枚全部来てくれたら嬉しいですけども、1枚か2枚ね、当たってくれればなと思っていきたいなと思います。はい、まあ、その前に、ゴールド契約書の、ね、10枚やるんで、そこで山田選手の A ランク来ても嬉しい、もちろん嬉しいですけど、それをやりたいなと思います。とりあえずゴールド契約書10枚いきます。ちょっと5枚ずついきますね。1、2、3、4、5枚。はい、A ランク以上できれば S ランク来てもらいたいなと思います。いきます、お願いします。さあ来い、 S ランク、普通の契約書はこういうあれなんですね。いいなくてな、はい、いいなくて、峰選手、高井選手、柳選手、宮崎選手、佐藤選手。はい、とりあえず全部 B ランクでしたね。はい、まあまあいいです。はい、続きましてもう5枚ですね。どこだ、はい、1枚2枚3枚4枚5枚。はい、これで10枚ですね。はい、できれば A ランク以上 S ランクの選手来てもらいたいなと思ってます。 A ランクやったら山田選手来てくれ、お願いします。こい、おし、 A ランク以上、 A ランク以上よ、来たよ来たよ、青くなれ、こい、こい、 S こい、割れろ、割れない、前でも A ランクでも、 A ランクでも山田選手来てくれ、山田選手、お、来た、ノーミスし、おお、阪神来た、ノーミスし、まだ分かんないですよね、まだ来る可能性あります。1枚だけか、おお、下北選手、あ、1枚だけです、でも A ランク来ましたね。はい、ノーミスし1枚来ました。10枚で A ランク1人なんで、まあいいかなと思います。はい、それではちょっとお気に入りを変えなヤクルトですね。はい、それでは、山田選手を狙って A ランクチーム契約書5枚開封したいなと思います。1枚ずついきます。はい、それでは1枚目、山田選手お願いします。来てくれ、さあ来い、4分の1ですからね。うーん、最低ちょっと2枚ぐらい欲しいな。さあ一発目から来い。うーん、高橋選手めっちゃ足上げてるけど、はい、高橋選手一発目は外れました。さあまだいきます、あと4回いきますからね。はい、いきます。山田選手お願いします、来てくれ、頼むで、来い、ほい、いきなりかぶるな、そっか、マジで
いやーそう頼むね。あと3回高橋選手もういいよほんまに。もうことい行きます。山田選手狙います。山田哲人選手履正社高校、山田選手お願いします。よー来てくれ。もういらんで、高橋選手いらんで。ちょっと待って、嘘やろマジで赤やばい、なんかしんどい。ちょっと待って、3連チャン、それは思ってないわ。そんなん思ってないな、マジか。ちょっと待って、きなりやな。おい、グランドオープンの日に3連チャンの高橋選手、足上がってるな。マジか、ちょっと待って、赤いやばい、どうしよう、ちょっと怖いわ。もうないよね、もうないでしょ。あと2枚、あと2枚あって、あと2枚ですね。ちょっともうほんま来て、お願いします。ちょっと今日立て直して、山田哲人選手お願いします。来てくれ。高橋選手、こんなもう赤いよ、もう高橋選手、もうおもんない、もう来てもおもんないよ。山田選手お願いします。ほんまに1枚でもいいね。おお、なんか高橋選手じゃないことで嬉しになってるけど、違うね、そんなんじゃないですよね。ゆへ選手か、やばいな、やばいな、これ経費かもしれない。マジか、4分の1こんな難しいんか。はい、5枚目ですね。いきます。山田哲人選手、最後、お願いします。来てください。マジか。厳しいな、おい。最後のチャンス、頼む、最後だけでもいいから頼むわ。来てくれ。厳しすぎるよね。さあ来い、さあ来い、よし来たよし来た、1枚来た、よかった。まだまだ、まあまだ傷は浅いです。1枚来たんでよかった。高橋選手の3枚連続何やったよもう。はい、とりあえず今回は山田選手1枚来ましたんでね、よかったかなと思います。まあまだね、ちょっと1枚しかないんでね、まだまだ狙っていきたいなと思うんですけども、なんか高橋選手の3枚でどっと疲れてましたけども、まあ、とりあえず1枚来たんでよかったです。はい、今回はこんな感じです。また動画あげますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラ吉12球団編でした。